とろろごはん。皮を剥いた大和芋をすりおろします。お好みの濃さに割っためんつゆを入れます。丁寧に混ぜていきます。ムラがなくなったら OK です。器に開けて好みの薬味をのせます。熱々のご飯にかけて出来上がりです。大和芋本来の味わいをお楽しみください。